皆さんこんにちは、エルザです。クラフトピアシームレス版の続きをやっていきたいと思います。さて今回なんですが、まあね、やれることがほとんどやれたような感じになってるよね、この島でね。あとは探索関連なんだけど、ちょっといい加減新しいこともしたいので、こちらの島、新しい土地だね、を目指してやっていきたいと思います。ヤーデンっていうところらしい。なのでヤーデン目指していきましょう。多分ね、で道中ね、なるべくね、いろいろアイテムとか家具が落ちてたらそれも拾っていきたいなと思ってるんだね。ちょっとそのあたりもやっていこうかな。で装備とかは特に変わりなくっていうところかな。うん、特に変わりなくだね。よし、じゃあやっていきましょうか。これ鉄だよね。リザードマン？リザードマンいるね。久しぶりの弓でも使ってみるか。あ、気づかれた。なんか強そうな武器持ってるね。ちょっと動かない。めちゃくちゃ動くな。ほら。リザードソードだって。ほい、皮が落ちた。ああ、武器は落とさない。うわあ、そこ、いるね。守りが硬いのがいるね。あ、レベル何もかな。ほら、武器落とせ。あー、武器落とさないね。レベル30の技官ですか。レベル30か。まあでもね、多分ね、このままやれるはず。楽ちん。12,000。フィールドブレイクしたからか。あれ？嘘。アイテム何も落とさないの？ドロップなしだって12,000出たのに。やばい。やばいな。いろいろやばかったな。スキルがあるだけで便利よ。おお。あ、ちょっと待った。今回、もっと機能してる。もしかして。めちゃくちゃ明るいよね。あ、いや、気のせいだ。気のせいだった。今回は何だろう。立派なキングモノ。おお。ほんとだ。あれ？ノーダメ。しかもあれだ、片方だけだ、ダメージ入るの。どういう判定？いて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 。こんなにダメージ入んないね。今2体相手か。
まあでも、多少ね、ご利用しができるから。おい。いていていてて。おい、カウント。ほら、モノ様。いていていて。先に片方ね。キングモノの体液。うっそー。危なー。ちょっと、ちょっとそれは卑怯じゃない？まさかのな。バック捨てで。自分がな、そんな飛んでいくと思うんかったもんな。はい。でい。おったお。まあ、体液ゲットだね。で、この体液は何に使えるの？あー、なんか。残ってるね。クラフトできるものが増えてる。へえ。いいね。さすがにでもボス2体はしんどいね。動きが鈍いにしてもね。あ、お宝お宝。ほい。あ、石板だよね。成長の石板に。あ、設計図だ。あれってことは石板じゃないのか、今回は。はい。そうだね。後輩 S レシピがあれば、例えばこれで動物永遠と増やせたりとかできるから、ね、牛とか、いろいろできるね。よし。じゃあ、ちょっとね、下来すぎたんで、一旦上登って、ここも、また戻ってこようか。うん。よし。じゃあ、行こう。はい。ひとまず、ここまで戻ってきました。一応ね、戻ってきて上見てるんだけど、結構あのあたりとかさ、フォールオーバーあったりするから、あ、建物もあるね。ちょっと、向こう側？こっち側だね。で、向かいながら右回っていこうかな。ね、ホプロもいるしね、あそこね。ぐるって回った感じはあるね。お、洞窟ある。この、あの洞窟、あは探索済みだね。なんだかんだやっぱ弓強いよね。あの距離で撃たれるたまったもんじゃないけどね。あら、ピロピロンって音鳴ったけど、あったあったあった、普通に落ちてるわ。さあ、ソウルオーブ発見。うん。で、こっち、迂回していくと、どうなる？いやー、ここねー、知らないうちに暗い時来てさ、ボッコボコにされた記憶あるんだよな。多分、もろカットされてる場所なんだけど。あ、左がいけるね。お城だ。ちょっと行ってみようか。あー、なんか、門の前が閉ざされてるけど、まあ一発
え、おお、一発じゃねえ、線当たって一発じゃねえってやばくね？マジか。結構ね、弓いいやつゲットしてたつもりだったんだけど。あ、侵入。暗くなりそうな雰囲気があるね。うわー、いるじゃん。まあ、しれっと試練やるけど。どっち向き？後ろか。そうだね、これして、一回、寝て、昼間に帰って、チャレンジしよっかな。多分ねー、辛くて相手できないと思うんだよね。あ、なんか大鍋あったね、今ね。え、待って。あ、そっちか。いた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 。ほんでもってね、戦闘巻き込まれるとね、スタミナの減りがね、異常になるから。いけ。いてよ。そして地下だ。また地下だ。俺多分出た時明るくなってるから行こう。また敵強いんだろうな。深き岩運びの洞窟。あ、今回のダンジョンは？あれ？もうお宝おるじゃん。絶対ミミックでしょ、これ。え？古びたグラビティグローブ？何それ？しかも4つ。持ち上げることができるが、外に持ち出して使えるほど寿命が残っているとは思えない。はあ。9999でダメージ出てた。あ、まあまあ、さすがにね。そんなさ、触れたかどうかもわからんぐらいでやる？あ、これ。ああ、持って持って持って。ああ、持って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 。よし。よし。ええ。しかもね、これね、暗くて見えないんだよな。ああ。ちょっとこれはズルするか。向こうが成功法で行かせてくれないんだったら、こっちもね。まず、足場が見えないのは卑怯。あ、でね、今のもね、結局、そうだね、足場が見えなくて、あー、卑怯だな。まあ、ただ右側からも行けるの分かったから、ほら、持つんだ。こっち今三段ジャンプだからね。もうまっすぐはいかん。もうまっすぐはいかん。
もう向こうがそういうことするなら。え？え、しかも投げんの？うわぁ、なんだそりゃ。はぁ。よし、クリアー。畜産場だって、わ、このあたりレシピで覚えんだ。え、てか、畜産関連全部ダンジョンなの？効率化上げるってなった場合、じゃあ、あれなのか、もともと肉大量にゲットしたいなとかっていう時は、ダンジョン攻略先なんだ。2つ続けてダンジョンで畜産だもんね。よし。持ってきた。そして寝よう。で、なんかグローブ。いや、思ったより装備したまんまだな。雨がすごいか。ここだね。一旦ダンジョン目指そう。さあ、こういうゲームさ、あの三段ジャンプとか出てくるとほんと楽だよね。めちゃくちゃ効率上がるんだよな。で、問題はここ。あれ？気づいてないパターン。2万、クリティカル出ると2万出るんだ。やばい弓。いて、どこ、こっちのジャンプ力を舐めないでもらいたい。はい。これソウルオーブか。いや、違う。え？ソウルオーブどこ？どこで鳴ってる？あ、あー、やっちまったー。これかー。あれね、敵に攻撃させないといけなくてね。そしてワープホール。あ、いいよ、ちょうど出てきちゃうじゃん。いていていて、ほら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 、入ってるね。ん？いたーん。いてててててて、いてててててそんなハメ技みたいな。でもさ、ギガンティス復活するはちょっと話違うじゃん。そんなされたらさ、どうしようもないよ。まあ、上に来たところで何もないんだね。よし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 。じゃあ、まあ、ここ取ったし、こっち側だね。じゃあ、木取り直していきますか。ね。まあ、リサーチ系のつけてるからね。音が鳴らない限りは。何してもさ、クラフトピア結構アミ率高いね。配信中っていうかさ、撮影全部載せてたらあれなんだけど、アミ率結構高いのよ。多分カットされてるから晴れの印象強いかもしれないけどね。お？めっちゃ近代的。
あ、小麦畑、この形式は本当いいな。出るの？うわーすげえ、スクラップ出る。しかもバッテリーとか出た。ちょっと待って、今俺には持ってないものばっかり出てきた。まあまあまあ、この辺りはいらない。タイヤとかも出てきたもんね。石も一旦いいかな。やば、ちょっと一回整理しよう。あーすごいすごいすごい、燃料タンクとかも出てる。え、これは大容量バッテリーだって。エンジンパーツとか出た。これ乗り物作れそうだね。あー、これは壊せないんだ。うん、これは取れないね。ちょっとうるさいから財宝の匂いがするって言ってるから。ドン。君たち、大将が横でやられてるっていうのに。いけ。あ、矢が切れた。意外と矢使い切ったか。薪に変えて。さあ、お宝でーす。お金か。まあ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 。へえ。でもここの拠点はちょっと良かったな。いや、ないやつだった前作。ユーワールドではない光景だね、あれは。めちゃくちゃ新鮮だったな。え？なんか、あ、集落あるわ、あるわ、あるわ。うん。一応あったね。あー、ちっちゃい村だね。へぇー。しかもクエストばっかり。え、リザード討伐。あれ？たよりも大きいところじゃなかったんだね。スミスさん何言ってくる？あ、キャベツの種とか売ってる。あーで、キャベツなんだ。あー、でもキャベツで買わないといけないっていうね。トマト持ってる。結構レアだった記憶あるな、前作だと。里銀と羊、釣りはいいぞ。ブラックバスの納品。イノシシ。馬が少ない。捕まえた馬の納品。紫物を撃破。はあ。あ、やっぱあれだな。なんかクエスト。急に話せなくなるやつ。こういうのは一回ね、しばき方が早い。まあ埋もれてたからね。あれ、ダメなの？あー、連動が高くないとダメってことか。エレメント出すと。まあ一応話したけど、ここの人だけ話せれなかったね。
容赦なく叩くからね。まあ出てこないか。そうなるとじゃあそうだな、これとりあえず塔の方行くか。こっちだね。もう魚も釣りもしないといけないか、そろそろ。やっぱりあったあったあった、ソウルオブあるね。よしよし、ツーとゲット。まあ三段ジャンプでね、すぐ戻れますから。マジで三段ジャンプが優秀すぎる。おい、到着で、欲しいのは銀と木炭。はぁ。ヤーデンが、まあ、やらないといけないところ。で、もう一つ、こっちもどうせだから行ってみよっか。あと、ついでに、そろそろ生き返ってるっぽいような気もするし。あ、倒れたままだ。もうレベルランダムなんだな、ほんと。イノシシのかぶり物。あ、すげえ、ディフェンス300だって。マジか、高下がるけど。おわおわ、ドラゴンより強いってどういうこと。大黒炎っていうのがつくのがいいね。これいら、これいらないね。駆除して、あー下がるね。王冠だって。いつの間にかいろいろゲットしてた。アイテムもいっぱいいっぱいだね。うまいんじゃん。まあ強いんだよね。こいつも鉄か。ワープホールだ。青い。これ一回アイテム直してくるわ。おい、戻ってきました。結構ね、大変だった。アイテムの整理が、というよりもね、やっぱ拠点がちっちゃくなってきてて、ね、場所的に、追いづらくなってたね、やっぱ。アイテムもね、ちょっと持てなくてさ、どうにかしないといけないね。あ、食虫植物、これ。あれじゃん、いるやつだ。あ、ラッキー。ほら、俺多分今のね、グレードアップにいるものだと思うよね。問題は数が足りるかどうかだな。いいね、ここ釣りもできるし。あ、お腹減ってきた。ほい。あー、食べきってない。あとめっちゃ鳴るんだけどさ、
めっちゃ鳴る割にはあれだよね、多分そこの周辺でしか鳴ってないよね。あ、お宝あるわ。おい、ノコギリ、いいね。あ、また硫黄系か。多分この子たち倒す必要はないんだろうけど。いや、これでちょうどか。よし。そしたらあの橋が渡るとまた違うところか。大体この橋渡る系バカみたいに強いやつ出てくるんだよな。25。おお、上級選手だって。なんかでレベル60。しかもわけわかんない、そんなの出てき始めた。わけわかんない。めちゃくちゃ強そう。おい、よし、木の実になってしまうって。止まるんだ。当たんない。ほうほうほう、そこは登ってくる知恵はあるのか。おお、かっこいいことするね。1、2、3。おい、これで、いや、おお、決めれるかな。しゃ、決まった。そんな、アダマンタイトのインゴット、これなかなかいいやつなんじゃない。いや、ライフギリギリやけどな。強かったという、まあ、強かったというか耐久値高すぎやな。よし、行こう。で、アダマンタイト、これは何、最も強いと言われているって書いてある。待って、もう一回見たい。はい。アダマンタイトインゴットはこの世界で最も強いと言われている、今のところは。で、作れるのが、480。うわー、一応、480強い方なんだね。ただ、5個いるから、どっちみち作れないって感じか。やばいやばいやばい。やばい。これやばいところ来てしまったかもしれん。
リザードもこれ色違いだもんね。はあ。おお。ってことはこれゴブリンも全部レベル高いんじゃない？やばい。探索がやばい。いろいろと。おかしくない？おかしくない？おかしくない？しかもこれ謎だしさ、ゴールオブね、これ取れないんだよな。おお、危ねえ。え、またやるの？ねえ、おかしいよね。あー、お、おねー、うわー、落ちたけど、しかも何も あれインゴットあれレアだったんだな。まさかね、水没で終わると思ってなかったから。まあ武器ドロップしたらラッキーかな。格上だもんね、パッと見レベルがね。なんだって言ったら出てきた。今のが2。これですね。いやー、武器インフレが起きちゃいましたね。まあいいや、とりあえずこっち行こう。やっぱ矢は当たれば強いんだなっていうのはよくわかるね。当たればね。でも何の封印なんだろうね。またいるじゃん。お前好きだなぁ。いてててて、何に吸い込まれていってんの俺。ハハハハハハ。ああああああ。竜が現れたようだ。あ、浮いてきた浮いてきた。中央に竜が現れたって言ったね。ああ、じゃああれなんだ、一応封印と言っちゃったしかも2体水没ってなかなか切ないぞ。ただな、復活することを考えるとな。
ほい。だねー。うん、うん、よし、オッケー。やばそう。バーブにいる。ちょっと厄介そうだね。でもさ、意外と全然減らないっていうかさ。あうん、これは一回逃げるか。なんか、まあ多分時間かければやれるんだろうけど、うん、全然全回復してもらっていいかな。こんなにね、どうかって言われても。なるほどね。なんか一気に強くなったっていうか、ね、急にだね。急にだったよ。よし、これで OK。まあ、こうしてれば。あとは、ここだね。上だ。あれかな、やべえぞ、あいつ解放しやがったぞ、みたいな噂広がってそうだけどね。単純にやべえやつが村に来るみたいな噂広まってそう。お、狼。重いね。あ、すげえ。え、これ、取れない。取れないってことは破壊できるのかな？ああ、さすがに無理。無理か。動きすぎよあなた。ちょっとおとなしく、そうそうそう、おとなしくね。なんかすごいな。前回 QR の時とまたほんと違うんだよね。このボルトとかもさ、こんな簡単にゲットできるのがほんと不思議。宝石系って結構大変な部類だったからね。宝石っていうかこの加工限定みたいなところあったからさ、これはちゃんといただいていこう。なんかちょっとレアなやつがゲットできた時の音っぽいのがしたね。あ、ここ入ってみよう。ブルファンゴみたいな顔してますが、怪しいものじゃありませんよ。怪しいものじゃないですよ。
お邪魔します。おお、シェルターだ、すごい。奴らが湧いてくる。ルージャー、スケルトンソルジャー。ああ、クエスト大量にあるな。ポーション、小さなクラフト、ライフポーションか。商人さんもバイク売ってるね。あ、気球持ってる。木の矢、あー、まあ売ってるっちゃ売ってるけど、レベル4の方は、あ、キャベツ、キャベツか。テクニックスカーゴとかね。ちょっとまた暗くなってきたねー。おはよう、さん。埋もれてますね。ゴムね、オッケー。ゴムはまあまあ。スクラップパーツがレアなんだ。色が金だもんね、これだけね。え、めっちゃいいの。いける？おう。パトカーで別に恨みがあるわけじゃないけど。あれ、めっちゃいいな。ここ、めっちゃくれるじゃん。この発電機は？あ、回収はできないか。先生、ダメか。あと、話せる人は？マイク納品3台。なんか交換してくれとか多いね。赤物。赤物を捕まえて声あるんだ。ごめんね、ニワトリさん。ほい。で、この人と、ボルトを大量に作ることで。ボルト100個。ああ、だったらもう、ね、これ、納品っていうか壊せるのはありがたいわ。ボルトが出てくるわけだからね。これはありがたいね。まあでもクエストとしてはこれで全部かな。だよね。うん、そんな感じだ。とりあえずクエストは全部受けたけどってところかな。じゃあ塔を目指すか。ほんとあれだね。クエストをガンガンこなしていく感じなんだね。面白いな。こっちから。なんかできるようになってるじゃん。おー。ついでにジャージー牛もいる。ジャージーな牛か。正しく。ファンファンチチケット。おー、え、マジで、わ、普通にいいじゃん。え、どこいい。戦闘の音楽はするんだけどさ。
草原古代とか出てきた。あー、この辺り使うのか。なるほどね。よし、とりあえず、まあ、開拓はできたと。で、素材がね、見つけないといけないものがまだまだ多くて、結局発展させないといけないからね。そこだよね、問題はね。で、あ、やっぱりそうだそうだ。これ、食虫植物だね。草原、アレキさん、だから草原で、この辺り、あと1個あればいいんだね、この破片とかね。この辺りをちょっと次回探せましょうかな。お金は十分足りてるからね。よし。じゃあ、ということで、暗いな。布団で寝て、すぐ、サブクエガンガンこなすとレベルも上がるからね、それの当たりもいいんだろうな。とりあえず次回は時代進化用のアイテム集めだね。いやー、増えましたね。はい、ということで、すごいことになってるけどね、顔面がね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また今後もね、いろんなゲームやっていきますので、よければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。